はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、お二人がそのジムで初めて会ったタイミングって覚えてらっしゃいますか？俺がさきちゃん、せやな。そうですね、僕が、ね、いつやろ、中…あ、じゃあけど一番最初に会ったのは、あの僕ら空手の大会で何回か会ってんねんな。で、走り回ってるんですよ、試合前なのに。こいつもうなんか鬼ごっことかしてるのかしら、ちょろとしとって、なんかちっちゃい子がおんなと思っとったんですよ。で、上手い子がおんなと思っとったんですけど、それが青いとは僕は思ってなかったんですよ、その時は。で、甲子園の1年で決勝で負けた時にジム行ったら、先輩として野田先輩がいてくれはったって感じですね。野田さんの方は覚えてます？第一印象。そう、第一印象ですか。なんか強いなっていう印象しかなくて、もうずっと多分負けてなかったね、立つアマチュアで。ずっと強いなと思ってた。でも支部が違うかったんで、練習の場所とか、まあ、会うことはなかったんですけど、まあ、ジム来た時に俺が先輩やぞ。逆に椿原さんはその選手としてはどんな印象がありましたか？あれですね、まあ、僕らほんまにアマチュアの時から知ってるんで、こううまーく距離取って、うまーく、まあ、空手の試合でポイントとかもあるんで、こうバーンと当てるこう技術がすごいある子供やなって思ってました。その時背もめっちゃちっちゃいし、最近まで僕の方が全然でかかったんですけど、それももう抜かされてそうになってるんで、うかうかしてられへんなって感じで。お二人普段から一緒に練習もちろんされてると思うんですけど、一緒に練習していて強みになる部分とかっていうのを教えていただく。言ったれ。なんか達也何でもできるタイプじゃなくて、もうずっとやるタイプなんですよ、練習を。もう疲れたからやめようとかじゃなくて、もうずっとできるまでやる感じなんで、僕にはずっとそれがなかったんで。下手くそじゃん。もっとなんかあるや、褒めてほしいとこ。僕的にはあれですね、僕と葵ってめっちゃ性格似てるんですよ。で、面倒くさがりなとことかも結構感覚で何でも結構するタイプなんですけど、練習の考え方が全然違くて、僕はなんか言われたことをずっとそれだけするタイプなんですよ。あれあれって言われたらもうそればっかりずっとやってくんですけど、葵は自分で考えたことを納得できるまでしっかり考えて、納得できたことだけをずっとやるんですね。だからもうそれはすごいなと思いますし、やっぱ対策とか練ってくれるのもやっぱ葵の方が僕より全然やってくれたりもできたりもするんで、そういうとこすごい刺激になったりとか、まあ、けどしんどかったらすぐやめて、やっぱ今日やめようかなって来てるだけとか結構あったりする時もあるんですけど、まあ、可愛いところでもありますね、そういうとこが。まあこういう機会だから行ってしまおうという、ここをこうすればもっと伸びるのになって思う点お互い持ってたりします？そうすれば僕やったら、まあ、やっぱもっと先輩上山の気持ちをもっと持てたら、やっぱ僕もこうやってやるんやぞって、まあ、教えてあげたいんですけど、もう今やったらもう葵ばっかりが僕に教えてるんですよね。達也もっとこうした方がいいんちゃう？僕めっちゃ素直と、あ、そうか言ってるんですよ。もっと僕がこう教えてあげれるように、直したらいいとことか、そんなんかあるかな。まあそんな特別これといっては、まあ、このまま頑張ろうやって感じですね。野田さんも同じ。はい、もう世界チャンピオンに僕なんかが言うなんかもう申し訳ないです、そんな。まあ、今出ましたけど、椿原さんが王者になって純粋にどう思われました？もうむちゃくちゃ嬉しかったです。もうけどその日は嬉しかったんですけど、なんかその後のジムで、俺は世界チャンピオンやぞとか、なんか毎回ミッド中でもスパー中でも、世界チャンピオンやぞって毎回言ってきます。その世界チャンピオンになった椿原さんと一緒に練習していて、何か刺激を受けることとかってありますか？そうですね、そう、なんかまあ練習自体はいつもと変わらないんですけど、なんかそうやって上から言われるのは腹が立つんで、すぐ腰したろうと思ってます。今回トーナメントというところで、椿原さんからその野田さんに対して何かアドバイスするとしたら、どんなアドバイスがありますか？
そうですね、まあ僕トーナメントの試合一回もやったことないけどこのあんま言うことってあれなんですけど、まあ多分あれよな、まあ多分3回多分勝つんやった試合せなあかんから、うん、ローキックも痛いやろうな、痛いやろうな、こいつらの痛いなっていうぐらいですね。まあ気合で頑張ってくれって感じですねほんまもう気合やで、こんなん多分やる気と気合と根性で、まあ大丈夫です。俺1試合1試合終わったら足痛いかそうかい、痛いやろうなぁ言うて、パンチ次の相手強いやろうなぁ言うてプレッシャーだけをかけ続けようかなと思ってるんで頑張ってほしいです。このアドバイスというか痛いやろうなというプレッシャーを受けていかがです？こう月進会チーム様の和島ひろみくん、和島くんが、まあ、トーナメント経験してて1回もう毎回練習の時に痛いぞとかしんどいぞとかもう毎回毎回言ってくるんでちょっと怖いですまあけど空手で結構俺らやってるから、まあまあまあ、1日8試合とかザラにやってるやん。まあ3分もやらんけど、まあ、けど多分いけるっていけるいけるしょ、いけるな、いけるいける、1回戦からも全力でいこう、うん、で2回戦のことはまた周りの人勝手から考えて、今周りの人が勝手に考えてくれるから、あとはそのまま行って決勝もそのまま考え、まあなんか成り行きで成り行きで行けるでしょ、とりあえず1回戦勝ったらっていう感じですね俺やったことないんで無責任なアドバイスはそもそもできないですけど、けどいいよな、だって勝ったらいきなり3戦3勝で増えんやろ、いいの、めちゃめちゃ羨ましいんだけど、俺もそうやって試合数稼ぎたい、俺もやりたいんだけどってな感じですね。絶対俺らこの対談仲悪いと思われてると思うで、ほんまに、なんかいつも通りすぎて何喋っていいかわからなくなる、こうやってかしこまると、そうなんです、難しいです。ありがとうございます。対談の部分の続きになるんですけど、はい、ご本人横にいないというところで、はい、普段の野田選手、あのね、普段っていうかめっちゃ可愛いんですよ、なんかもうど試合会場とかでももうずっとね、もう僕の後ろちょこ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 ついてくるんですよ。もうなんかほんまこうなんかこれが後輩やなっていう感じがしますね。もう可愛い後輩で、なんかもう弟みたいな、実際僕弟おるんですけど、弟より長い間ほんまにいるんで、なんか可愛いな可愛いな、鉄が可愛がる気持ちがすげえわかりますね。でもジムの歴としてはあちらが先輩なんです。そうなんですよ、一丁前に葵の方が先輩なんで、もう俺先輩やぞ言うて、おチャンピオンやぞ言うと俺先輩やぞ言うて帰ってくるんですません言うて、やっぱ先輩にはかなわんなって感じですね。まあ野田選手これまで試合見てきてると思うんですけど、はい、印象に残ってる試合ってあります？そうですね、まあ、印象云々はあれなんですけど、わかんないですけど、あれやっぱ一発目の K1 大阪 K1 デビュー戦はなんかこう一緒にずっと頑張っとって K1 出たい K1 出たいって言っとった葵がなんかこう K1 のリングに立ってんのはなんかめっちゃこう、ああ頑張ってんなって思いました。まあ、頑張ってんのはもちろん知ってるんですけど、なんかそれが一番思い出には残ってますね。まあ、同じ月進会というところと、まあ、アマチュア優勝、甲子園優勝とその経歴が非常に似てるんですけど、はい、そこに関してどんな期待をされてますかね？そうですね、まあもちろん K1 のベルトも取ってほしいんですけど、僕クラッシュもめっちゃ取りたかったんで、まあ、もちろんこの後チャンスがあれば全然行ったろうかなと思ってるんですけど、このままクラッシュ K1 でこう、もう葵ほんまに順番に全部のベルト取っていってもらえたらかっこええなっていうふうに思いますね。今回トーナメントで非常にここから K1 を背負う選手っていうのが揃ってると思うんですけど、はい、椿原さんの目から見て野田選手のライバルになるだろうなとか思う選手っていらっしゃいますか？そうですね、いやもうけど言ってもみんなライバルだと思いますし、僕の中で思ってるのがチャンピオンだけが飛び出てて、あとはみんな並んでるんちゃうかなっていうふうに思ってるんで、やっぱ1回戦の三風選手やっぱ飛び抜けてチャンピオンやと思ってるんで、まずは三風選手しっかり倒してもらったら、まあ、あとは流れで全然勝っていけると思いますし、まあ、みんながライバルかなっていうふうに思いますね。じゃあ、トーナメントいよいよ近づいてきてますが、現在の仕上がりコンディションの方いかがでしょうか？めちゃくちゃいいです。もう毎日毎日こんなしんどい思いしてトーナメント出て、もう優勝しな、もうね、はい。プロでは初のトーナメントになりますけど、はい、そこに向けて何か意識して準備していることっていうのは何かありますか？いや
もうなんかトーナメント、まあスタミナ面だけ頑張ろうかなと思ってます。いつもの3倍は練習しようと思ってます。じゃあ不安な部分っていうのはそのスタミナ面っていうのが一番大きいですか？そうですね、けど1回戦からクラスチャンピオンで強い選手なんで怪我したくないなと思いながら1回戦でそのクラスチャンピオン出ましたから、純粋に選手としての印象を教えてください。いや、早いし、上手いし、強いし、面白いなっていう印象です。甲子園の時に戦っているということで、はい、その時の印象って覚えてます？覚えてます。で、聞かせていただいてもいいですか？全然最初知らなくて、まあ、アマチュアの時は僕が最強やと思ってて、ずっと、まあ、甲子園もまあ1年目で取れるやろうと思ってて、まあ、1回戦で当たった時に、ファーストコンタクトで、なんかパンチバーンもらって、フックからなんかで鼻折れて、一発目で鼻が折れちゃって、でそっから終わってからも話して、強い選手やなと思って、まあ、こんな感じでやるとは思わなかったです。プロに上がってからの三浦選手の印象って何か変わりました？いや、そこまでは、まあでも出てきた瞬間からもう確実にトップいくやろうなと思ってたんで、もうすぐ上に行ってタイトル取ってみたいな感じです。まあ、今回、トーナメントということで1回戦を超えたその先ももちろんあるんですけど、準決勝決勝の勝ち上がり何か想定してたりはされるんでしょうか？準決勝は、ま、やりたいのは橋本選手なんですよ。けど、大村選手、ま、やったことあるの多分僕だけなんで、ま、みんな分かんないと思うんですけど、いやめちゃくちゃ強いんですよ、大村選手。いやもう甲子園の決勝でびっくりするぐらい強くて、ダウン取らないと俺負けてたんちゃうかなと思うぐらい強かったんで、まあ、勝つのは大村選手かなと思います、予想では。まあ、決勝は黒田選手が来ると思ってます、向こうの山は。まあ、今その勝つのは大村選手と予想していた中で、そう やりたいのは橋本選手という発言があったんですけど、はい、そこは改めてその理由を教えていただいてもいいですか？橋本選手と戦いたい。格闘代理戦争に出てたじゃないですか、橋本選手が。その時に僕も同じ時期にあれ出た時に出ようと思って、オーディションにジムの師範に出たいって言ったら、まあ、けどプロの試合の1週間前とかで、それがで、まあ、オーディションに行けなくて、まあ、出れへんくて、まあ、でもその間ずっと同じ階級ぐらいで一番目立ってて、鼻があって、まあ、俺より男前で、なんか悔しいなと思ってて、まあ、いつか絶対ぶっ飛ばしたろうと思って、まあ、試合で勝ったら俺の上なんで、やりたいなとは思ってます。先ほど決勝で勝ち上がる予想は黒田選手とおっしゃいましたが、逆に予想とは別で戦いたいっていう希望はあったりはしますか？いや、向こうの山はそんなに考えてないんですけど、はい、向こうの山はやりたいのはいないです。もうこっちの橋本選手、大村選手、三浦選手がもう魅力的すぎて、はい。まあ、先ほどおっしゃられたその格闘代理戦争という部分でいうと、橋本選手、松本選手っていう決勝をその知名度部分でいうとですね、望む声があったり、あとそれも本人たちもそれを望んでるっていう、そういうところを聞いてどう思います？いや、まあ言っとけって思ってます。まあなんかやりたいと、まあ、なるのは別だと思うんで、まあ、そんな松本選手が橋本選手とやりたいなら、まあ、橋本選手はもう僕が倒すんでやれないと思うんで、はい。このトーナメント優勝したらもちろんこの先道が開いていくと思うんですけど、その先どんな選手になっていきたいっていう道筋を描いてますか？まあ K-1 を背負っていけるよう なんかスター的な存在になりたいなと思ってます。大阪出身というところで、はい、やっぱり大阪を背負っていきたいっていうところも強調あったりはされます？そうですね、達也だけやったら心細いと思うんで、チャンピオン僕が早く取って、まあ、達也より上に行ったろうと思ってます。あと市長によく表敬訪問されてるじゃないですか。はい、地元愛ってやっぱ
すごく持たれてます。そうですね、枚方から K1 へっていうのを掲げてずっとやってきて、まあ、それも枚方市が応援してくれて成り立ってると思うんで、これからも枚方市を背負って、まあ、K1 トップへ目指したいなと思ってます。というところで言うと今回のトーナメントかなり、そうですね、何か皆さんからかけられてる言葉とかってあったりはされますか？いや、なんかジムのみんなとか周りのみんなはこうなんかあの頑張れよとかよりもなんかトーナメントに対してうわ痛そうとかしんどそうとかばっかなんで、まあ、ちゃんと応援してくれてるのはお兄ちゃんぐらいかなと思ってます。先ほど対談された椿原さんは、甲子園優勝から K1 王者っていう道筋を歩んでるじゃないですか、はい、で甲子園優勝から K1 王者って野田選手も同じ道筋を歩めると思うんですけど、はい、そういうところはやっぱ意識されてます？そうですね、達也が甲子園取った時からもう甲子園は絶対マクッと決めてたんで、だから達也が取った時にベルトも触らずに俺が取るから自分で取るからって言って触らなかったんですよ。で今回も達也がベルト取った時にもう持たなくて、もう俺が取るから別に持たせてもらうんでも俺が自分で取るって言って決めてるんで。 K1 ベルトの話出ましたが、まだ、まあ、ベルトがないとはいえバンタム級という階級がスタートした大事なトーナメントですけど、はい、そういうバンタム級の始まるっていう部分でそのどんな試合を見せていかないとかそういう責任感っていう部分ではどんな思いを持って今回のトーナメントに臨みますか？なんか盛り上げるとかいろんな選手言ってると思うんですけど、盛り上げるとかそんなことよりもとにかく一番目立ちたいなと思ってます。5月23日はもう誰よりも目立って、まあ、輝きたいなと思ってます。その目立つ手段って何で見せてくれますか？もう、1回戦からもう楽しみにしててくれたら分かると思います。それでは最後このカメラ目線でファンの皆さんへのメッセージを、お願いできればと。いつも応援ありがとうございます。今回のトーナメントで K1 のトップへ、中心へ行こうと思っているんで、これからも応援お願いします。頑張ります。